パンノンハルマの大修道院は、ハンガリーでは最古級の歴史的建造物であり、パンノンハルマ市では最も有名なランドマークでもある。この大修道院は町に隣接する小高い丘の上にあり、トゥールの聖マルティノスはこの丘のふもとで生まれたと信じられている。そのため、この丘はかつて聖マルティノスの丘と呼ばれ、修道院もしばしばそれにちなむ名前で呼ばれることがあった。 パンノン・ハルマの大修道院は、996年に、ハンガリー発のベネディクト会修道院として、ゲーザ大公によって創設された。彼がこの地を、修道士たちの住まう場として指定したのであり、ほどなくして、ベネディクト会師たちの拠点となった。この修道院は、トゥールの聖マルティノスに敬意を表する形で、建造された。ゲーザの息子イシュトバーン一世はこの修道院に、 寄をを行ったた上で特権を付与した最初の大修道院長となったのはアストリクであった。マジャール号を用いている現存最古の記録はティハニのベネディクト会修道院の考領で1055年に遡るが、これは付属図書館に所蔵されている。共同体の最初の建造物は破壊されてしまったが、1137年に再建された。バッシリカの柱と、 初期ゴシック様式のボールとは13世紀初頭に建造されたもので当初の聖堂の壁を使っている。1486年には国王マーチャー主一世紀の下でゴシック様式の改築が行われた。修道院は1541年に大修道院となり16世紀から17世紀にかけてのオスマン帝国のヨーロッパ侵攻に合わせて要塞に転用された。しかし、 オスマン帝国の一世紀半に及ぶ支配の間、修道士たちは短期的にせよ長期的にせよ修道院を放棄せねばならなかった。その支配の後でようやく損傷した建造物群の再建が行われ始めた。大修道院長ベネディックセイジヒューの時にバロック様式での建設が進められた。17世紀と18世紀に バロック様式による豊かな装飾や拡張が行われた。現存するファサードの多くもこの時代に遡るものである。いわゆる啓蒙の時代にあたる18世紀には修道院の生活も影響を受けた。古典主義様式で建てられた図書館や塔も備えた現在の形になったのは1832年のことである。国家や君主たちは 共同体の活動を植物的に役立つかで判断し、おしなべて育児や教育のみは許容した。1860年代には、フェレンツシトルノが、主にバシリカについて、大改修を行った。第二次世界大戦後にあたる1950年から、ベネディクト会によって管理されていた、修道院の資産は、共産主義政権に押収され、それは、ハンガリーの民主化が実現するまで続いた。 修道院の設立1000周年の前年にあたる1995年には建築物群の全体的な補修や改修が行われた。そして翌年、パンロンハルマの1000年の歴史を持つベネディクト会、大修道院とその周辺環境としてハンガリーの世界遺産に加えられた。パンロンハルマの大修道院は多くの宗教関係者の訪問も受けている。20世紀末以降に限っても、 モスクワ総主教アレクシー2世、教皇ヨハネパウロ2世、コンスタンディヌーポリ前知総主教バルソロメオス1世及びダライラマ14世イラが訪れている。2011年、オーストリア・ハンガリー帝国の元皇太子夫フォンハプスブルクの心臓が埋葬された。この修道院の見どころとしては、13世紀に建設されたクリプトを含むバシリカ式聖堂や回廊、 36万巻の蔵書を持つ付属図書館、いくつかのトロンプルイユを見ることのできるバロック様式の会食堂などが挙げられる。今日でも約50人の修道士が修道院で暮らしている。また、修道院には男子の寄宿学校であるパンノンハルマのベネディクト会、中等学校が併設されている。初期ゴシック様式の傑作であるパンノンハルマの修道院付属制度は、 13世紀初頭、グロス大修道院長の時代に建てられたもので、おそらく1224年に建造されたものである。バシリカ生誕地下の調査での発見されたものは11世紀に遡る。バシリカで現在見ることができる最古の区画は、南の側廊の壁である。12世紀に遡るその壁は、ダビド大修道院長の時代にあたる1137年に、 剣道された二つ目の聖堂の名残である。聖具室での発掘調査によって、二つの閉じ込められた門が発見された。その一つは、おそらくは、ダビド大修道院長時代の聖堂の北の入り口に当たっていたもので、もう一つは、ウロス大修道院長時代の聖堂の入り口だったものだろう。聖三代と内陣の間の地下からは、 おそらくハウロス大修道院長のものと思われる墓も見つかっている。聖堂はマーチャー仕様の時代に拡張された。日の内陣の天井、即廊の東端、聖ベネディクトゥス礼拝堂などもその時のものである。オスマン帝国に支配されていた時に調度品のほとんどは破壊された。その支配の後の最も重要な修繕は1720年代に ベネディック聖事誘大衆動員長の下で行われたものである。聖堂の大改修の最後に当たるのは1860年代のフェレンツ・ストロノによるもので、この時に中心の生産台、説教壇天井のフレスコが聖マルキノスを描いた上段のステンドグラスなどが加えられた。中世において聖堂に続く主要な入り口の一つがポルタスペキオサだった。 回廊から聖堂へとつながるその門は13世紀に成功に作り上げられたものである。マーチャー賞の知性にあたる1472年に今日の回廊が作られた。祖先の一つに残る悲鳴からすればその工事は1486年に終わったようである。工事はおそらくビシェグラードの王立土木工房の職人たちによって指揮された。回廊に囲まれた小さな中庭は パラディスムとも呼ばれており、聖書の描く楽園の地上での模倣を隠有的に表現したものである。中世にはここでハーブが育てられていた。付属図書館は1830年代頃までに完成した。建造物の縦の部分はフェレンツ・エンゲルによって1820年代に設計、建設されたものである。その後にヤーの出発庫に拡張工事が命ぜられ、 オーバルホールを手掛けた。オーバルホールの天井の四方に、中世の大学の四学部の空院画が描かれている。ウィーンの親方であった、ヨーゼフ・クリーバーは内装を要請された。図書館の蔵書は増え続けており、36万巻以上が収められている。聖エラスロの時代以降の写本は目録にまとめられている。18世紀に、修道院長、ベネデック・セイジヒューは、 カルメル会修道師、アターナズ・マートン・ウィトワーに修道院のバロック的な要素をデザインするよう命じた。2階建ての建物や長方形のホールは、おそらく1720年代のものである。石膏画の技法が用いられた壁画は、スイスの芸術家で後に、ベネツヤに住んだダビデ・アントニオ・フォッサティによって、1728年から1730年に描かれたものである。 天井の石痕川、は、欧イシュトバーンを神格化したものである。側壁には、聖書などに題材を取った6つの場面が描かれている。十字架のイエスに巣が差し出された場面、砂漠でのイエスへの誘惑、ライオンの洞窟に身を置くダニエる、ベルシャツァル王の縁、洗礼者、ヨハネの斬首、そして、ベネディクトゥスの生涯の一場面で、いずれも、 食べること、飲むことなどに関わりのある場面になっている。896年にマジャール人が入植してから1000年になるのを記念して、1896年にカルパティア山脈の盆地に7つの記念建造物が建てられた。それらのうちの一つをパンノンハルマでは今でも見ることができる。建造物は高さ十六メートルで、ハンガリーの王冠を表す巨大な聖堂のレリーフを、 持つ二重の外角のドームを備えていた。しかし、外角は損傷のために1937年から1938年に取り外され、現在の姿になった。二つの窓が内部に光をもたらし、仕切られていない円形の空間が背の低いドームに覆われている。東側の壁には未完のままになったフレスコ画が描かれている。 ビルモス・アバ・ノバークが1938年に描いたものでハンガリー建国にまつわる偶意的情景が投影されている。聖母礼拝堂の建設は1714年に始まった。本来、その場所は修道院の近辺に住んでいた非戦住民を賛美するための場所であった。礼拝堂は、そのバロック様式の3つの生産台や小さな18世紀のオルガンとともに、 1865年に修繕された。その時に壁面や入り口にロマンティックな装飾も施された。地下室は数百年にわたり修道士たちの埋葬場所として機能している。1830年には大修道院の敷地で80種の木々が確認されていた。それらは1840年代にファービアン・セデルの手を経て現在のような植物園に仕立て上げられた。 今日の植物園は高木、低木合わせて数百種にも及び、それらの多くはハンガリーでは希少な種であり、多様性の面でも評価できる。パンノンハルマ大衆動員に残る古文書類は、ハンガリー建国当初の数世紀に遡る資料のコレクションとしては、質、量とも最高級のものである。その中には、聖衣首とバーンの時と比べて改変された香料や、 ティハニ修道院の基本考量、マジャール語の語句の書かれた現存最古の書き物などが含まれている。公文書を出版する権利を有していた中世のパンノンハルマの記録とティハニなどの他の修道院の記録は分けてまとめられている。古文書室は様々な場所からの資料が集められている。大修道院長の執務室、神学校、会派のための旧教員養成学校、 新旧中等学校、付属的なベネディクト会の邸宅、大修道院の水道課などからのもので、大修道院の支配下にある教区のような区画の文書なども集められている。修道院には今でも機能している神学校が併設されている。その名前はセインとゲラートにちなんでいる。ベネディクト会師たちがパンノンハルマに修道院を創設した996年に、 この地でのワイン醸造も始まった。しかし、第二次世界大戦とそれに続く政治的、社会的混乱は、数百年来続いた伝統を守ることを困難にした。修道院の資産もワイン醸造所も、共産主義政権に接収されてしまったからである。しかし、続く数十年にわたり、修道院で暮らす修道士たちは、ワイン醸造の伝統復活を諦めたりはせず、 共産主義政権が終焉を迎えると、伝統的なワイン醸造を復活させた。2000年には、共産主義政権に押収されていた、ぶどう畑を買い戻し、同じ年には、ぶどう栽培を再開した。ワイン醸造所は3000ヘクトリットルの容積を持つ、2000平方メートルの区画である。主な栽培品種は、ラインリースリング、ソービニョンブラン、デビュルツトラミネール、ウェルチライズリング、 エザージョ、サーフェアである。加えて、より国際的に知られているシャルドネ、ピノ・ブラン、ピノ・ノワール、メルロー、カベルネ・フランなども栽培している。栽培面積は37ヘクタールで、2003年秋に、再出発後初めての収穫が行われた。先週年に当たる1996年に、世界遺産に登録された。文化遺産としてのカテゴリーは、建造物群だが、 イコモスは文化的景観と位置づけうることも指摘している。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。